日本が台湾を統治するようになって、本当に様々なことが変化したんだよ。今の台湾の経済基盤は日本によって作られたんだよ。突然ですが、皆さんは中国と日本の関係と聞いてどのようなものを思い浮かべますか？実は中国のお年寄りは日本語を話せる人が多いのです。第二次世界大戦中、満州国と呼ばれていた現在の中国や台湾を日本が統治していた時代がありました。その際、満州国の子供は日本が作った学校に通い、日本語の教育を受けていたため、現在でも日本語を話せる人が多いということなのです。そのような経験をした世代の人々は日本に対しいい思い出を語るのだそうです。しかし、そのような世代のお年寄りより若い世代の中国の人々は反日教育を受けています。そのため、お年寄りから聞く日本のいい話に非常に驚かされるといいます。今回は実際にその時代に日本の教育を受けたおばあさんがした魅力的な体験と、それに対する海外の反応をご紹介していきます。日本のいい思い出を語る人の多い日本統治時代の台湾で、おばあさんは一体何を経験し感じたのでしょうか。早速見ていきましょう。祖母の愛した国、日本。私は中国人の高校生、名前はメイフェンよ。私の将来の夢は高校の歴史の先生になることで、そのために大学進学を目指して歴史を猛勉強中。中国の歴史の勉強をしている中で、切っても切り離せないのが日本との関係に関する歴史。小学生の頃から学校でも教わるけど、日本は非常に野蛮で凶暴な悪い国よね。学校での勉強、夢に向けた勉強、とにかく歴史を学べば学ぶほど日本の印象は悪く、私自身も日本にいい印象は全く持っていないわ。私には90歳を超える高齢の祖母がいる。今は私と同じ中国大陸で生活をしているけど、祖母の出身は台湾なの。祖母は第二次世界大戦中に学生だったんだけど、当時は日本の作った学校に通っていたそうで、日本語の読み書きもできるほどよ。学生時代日本語を習得したおかげで、日本語が堪能だった祖母は社会人になって日本語力を生かし、日本との取引の際の通訳や資料の翻訳などをしていたそう。そんな祖母は日本統治下の時代のことを、いい思い出がたくさんあるわ、もちろん苦い思い出もたくさんあるけれどね、とよく語っている。昔から祖母からそういう話は聞いていたけど、ある年の大型連休に実際に祖母と共に台湾へ行くことになったの。親戚で集まっていると、今まであまり自分の思いを人にぶつけることのなかった祖母が、まだ自分の体が動くうちに行きたいところがあると親戚に向かって話し始めた。私の人生は振り返ってみても本当に幸せなものだったんだよ。だから私の体が動くうちに自分が子供の頃に通っていた学校をもう一度見に行きたいんだよ。祖母が自分の気持ちを話し始めた時は、みんな祖母の願いを叶えてあげたいという気持ちでいっぱいで、私ももちろんそう思って聞いていた。しかし、祖母の話を聞き進めていくうちに、みんな黙り始め、沈黙が続いてしまった。理由はシンプルだったわ。現在、中国と台湾は政治的に厳しい状況にあるの。祖母の願いを叶えるべく、今のこの厳しい状況下の台湾に行くとなると、手続きはかなり面倒くさいもので、さらに国から要注意人物としてチェックが入ることになる可能性すらあるほど、そのリスクを考えた上で、私を含め親戚みんなが沈黙状態になってしまったわ。でもその状況を見て、私は祖母の願いを叶えてあげたいと強く思った。私、おばあちゃんの通っていた学校を見てみたいな、思い切って発言した。しかし、そんな私の発言を聞いた私の父と母は慌てて私を止めに入ったわ。父と母の気持ちを考えると、止められる理由は十分に理解できたけど、祖母の気持ちを優先したいと思った私は、もともと私も台湾に行ってみたいと思っていたのよ。だからおばあちゃん、私と一緒に行ってよ。でも私、台湾のことは詳しく知らないから、一緒に計画立ててね。他に誰か一緒に行く人はいる？私の声を聞いて両親は下を向き、
他の親戚もみんな黙ったままだった。ありがとうメイフェン。実は去年も言い出そうと思っていたけど言えなかったのよ。これをもとに行き先を決めたいわ。祖母がそう言って見せてくれたのは、小さく折りたたんで大切に保管していた使い古された台湾の地図。それから私と祖母は2人で台湾旅行の計画を立て、実際に台湾へと行くことに。私の住んでいる町から台湾までは大陸の国内旅行の移動距離と変わらない時間で到着した。念願の台湾への旅行に、祖母は機内でもずっと楽しそうに子供の頃の思い出話を私に聞かせてくれていたわ。祖母は笑顔で楽しい思い出として話してくれたけど、私には衝撃的で、今の私には楽しいと思えないのではないかという話ばかりだったわ。当時祖母の家は貧乏で、靴を買ってもらえないことは当たり前の生活で、日常的に裸足で生活をしていて、遊ぶのも畑仕事を手伝う時も変わらず裸足だったそうよ。そして台北の女性の半分くらいは、その時代からすでに洋服を着用していて、中には日本の和装をしている人もいたそう。そんな人々を見て、祖母はあまりに綺麗だと見惚れ、憧れを抱いていたんだって。さらに今私の生活している地域で、夜に家の戸を開けたまま寝るなんていうことは考えられないけど、当時は治安も良く犯罪も少なかったから、戸は開けたまま寝ていたのだそう。日本による統治は厳しいけれど、少なくとも公平だった。これが日本統治下での生活が終わった後の祖母の母親の口癖だったと言っていたわ。そんな思い出話を聞いているうちに台湾に到着。おばあちゃん疲れてない？今日は休んで思い出の場所を巡るのは明日にしようか。大丈夫よ。行きたいところがあるの。移動での疲れが気になり、休むことを提案したけど、祖母は私の提案を断った。少し心配はあったけれど、念願の台湾旅行。祖母の希望に応えるべく、タクシーに乗り、目的地である学校の周辺までタクシーで移動することにした。ここはね、昔は私の友達の家があった場所なのよ。タクシーを降りるなり、祖母はすぐに私を案内してくれた。ここはお店があったところなのよ。今は住宅になってしまっているわね。日本の先生がここでお菓子を買ってくれたりした、とても思い出のあるお店なのよ。このビル、私はここで生まれたのよ。祖母はところどころで立ち止まりながら、懐かしそうに嬉しそうに様々な思い出を教えてくれたわ。街並みは全く別の場所のように変わってしまったけれど、道筋は変わっていないわ。ここは間違いなく私の生まれ育った町よ。そう語り、さらに歩みを進めると、一番の目的である祖母が幼い頃に通っていた学校に到着。ここが私の通っていた学校よ。私が通っていた頃は国立の学校だったの。そこは今でも大きな学校だった。この校庭で運動会をしたのよ。裸足で走り回って、踊って、学校の思い出の中でも運動会は特に楽しかった思い出よ。そんな風に学校の思い出を語ってくれた祖母だったのだけど、その中で佐藤先生という先生の話をしてくれた。佐藤先生は日本人の男の先生でとても優しく、祖母はその先生のことが大好きだったそう。先生の授業はとても楽しくて、当時の子供は現代のように毎日朝から夕方まで学校に通えるのが当たり前ではなく、午前中は学校へ行き、午後は家の手伝いをするために帰宅する、または家の手伝いをするために学校を休むことが当たり前だった。祖母も靴を買うこともできないほどの貧乏な家庭だったため、例外ではなく午前で早退をしたり学校を休むことは珍しくなかったそう。この生活は現在の環境では仕方のないことで、どうにもならないと諦めて過ごしていたけど、学校での生活は楽しく、仕事を手伝っていても学校のことが気になって仕方がなかったんだと言っていたわ。そんな生活を送っていたある日、佐藤先生は祖母の家を訪ねてきた。この子は日本語の覚えがとても早く、勉強熱心です。これからは教育がとても重要になる時代です。なので午後も早退せず学校に通わせてあげてほしいです。佐藤先生は拙い台湾語で祖母の両親に頼み込んでくれたそうよ。しかし
両親も家庭のためにそう簡単には了承してくれず、その日は先生は了承を得ることができないまま帰ってしまったけれど、その後も何度も祖母の家に来ては両親にお願いをしてくれて、結果的に両親も了承。先生のおかげで祖母は早退や欠席をすることなく学校に通うことができるようになったそうなの。祖母はそんな佐藤先生が大好きで、ここまでしてくれた先生の期待を裏切らないためにも、とにかく勉強に熱心に励んで、その中でも特に日本語の読み書きは熱心に勉強したそうよ。それが社会人になってから日本語を生かした仕事をできるほどの今の祖母につながったのだと言っていたわ。日本が台湾を統治するようになって、本当に様々なことが変化したんだよ。祖母は学校での佐藤先生との思い出話以外にも、日本に関する当時の話をしてくれた。今の台湾の経済基盤は日本によって作られたんだよ。祖母はまずそう言った。ビルや学校などの建物、それだけではなく、日本は台湾に初めてダムを作り、それまで頻発していた水害を収めたこと。さらに発電所や水道などを作ったのも日本で、今の台湾の生活は日本のおかげで存在しているんだと。その他にも当時から日本の技術は素晴らしく、鉄道や港など交通に関するものも日本が立派なものを作ってくれたおかげで、台湾の人々は移動に困らなくなったこと。病院などの建物の建設も行った上に、建てるだけではなく病気を防ぐための公衆衛生や医療を整えたのも日本であったこと。そしてインフラ面だけではなく、祖母に対しての佐藤先生もいい例で、日本は子どもたちの教育にも全力を尽くしてくれたのだと。当時幼かった祖母は、便利になっていく生活や学校で勉強できることを嬉しく思っていただけだったけど、今になって考えると、日本人は台湾で生活する人の繁栄を考え、そのおかげで優秀な人材が台湾に育ち、今の台湾があるんだと考えていると私に話してくれた。実際いい話だけではなく、戦時中日本の軍隊からひどい目に遭わされた人々が大勢いたのも紛れもない事実だけど、今不自由なく私たちが生活できているのは、この地を統治した日本の力があったからであることは間違いないもの。この地で祖母の話を聞いて驚きを隠せなかった。私は歴史についてはたくさん勉強してきたつもりだったわ。だけど祖母から聞いた話は、今まで私が勉強してきたものとは全く違っていたわ。中国の学校、図書館、教科書、本など様々なもので学んできた中では、日本は野蛮でひどい国だということしか教わらなかった。だから私自身もこの話を聞くまで、日本に対してのイメージは悪かった。それは間違った認識であったと知るきっかけを与えてくれたわ。私の願いを叶えるために一緒に台湾に来てくれてありがとうね。祖母は何度も私にそう伝えてくれた。台湾に来てから祖母は本当に嬉しそうで楽しそうだったわ。もっと楽しみを作ってあげたいという思いで、あることを思いつきました。それは祖母が大好きだと語ってくれた佐藤先生に会わせること。学校で佐藤先生との思い出を話していた時、佐藤先生に一言お礼を伝えられたらよかったのに。もし亡くなっていてもお墓に手を合わせるだけでもと、祖母が独り言のようにつぶやいていたことを思い出し、私は計画を立てたの。中国に帰国してから、私は祖母には内緒で祖母の母校に連絡を取り、佐藤先生について問い合わせをしてみた。そこで教えてもらえたのは、佐藤先生は数年前に亡くなってしまったということ。しかし佐藤先生の遺族につないでもらえたので連絡を取ることができたわ。佐藤先生は最後は台湾ではなく日本で生活をしていたそうで、お墓も日本の先生の故郷にあるとのこと。遺族の方もぜひいらしてくださいと言ってくれたわ。祖母にそのことを伝えると、本当に嬉しそうにありがとうと何度も言ってくれた。そして無事私たちは日本へと旅立ち、佐藤先生のお墓に行くことができたわ。祖母は先生のお墓の前に立ち、何かを語りかけるように手を合わせていた。私が今まで知っていた日本は偽物で、本当の日本の姿は別のものなのかもしれないと深く感じた出来事だったわ。今では日本が中国を治めていたら、
私たちにもまた違った楽しい生活があったのかもしれないなんてことも考えるほどよ。以上が祖母の願いを叶えるために台湾を訪れた女性のお話でした。彼女の経験から日本に感謝をする台湾人が多い理由について知ることができました。日本と台湾の関係、反日教育で日本を学んだ人々の知る日本の姿と実際の日本の姿、彼女のような若者世代の人にも少しでも多くの人に日本の素晴らしさを知ってもらえる日が来るといいですね。このエピソードには海外からのコメントがたくさん届いていますので、その一部を紹介していきます。海外の反応。台湾で先生をしていた日本人は本当に志高い立派な人だね。異国の地で子供に教えるなんて難しいことだ。さらに子供の未来まで考え、慣れない言葉で親を説得するなんてなかなかできることじゃない。俺なら自分のことだけ考えて流れに身を任せると思うな。先生にとっても台湾の子供たちの笑顔が一生の宝物になったと思うわ。私は韓国人で反日教育で日本をよく思っていない一人だったけど、上海に旅行に行った時、流暢に日本語を話す人に出会って、素晴らしい話を聞いて日本のイメージが変わった。その人の話では、日本の兵隊はとても器用で、ぬいぐるみや着せ替え人形を作ってくれた洋服の仕立て屋さんがいたことや、木で子供用の自転車を作ってくれる大工さんもいて、子供の頃は兵舎に毎日のように遊びに行くほどだったと教えてもらったわ。もし日本が中国の教育に関与していたら、中国の未来は違うものだったかも。このエピソードの先生を含めて日本人は本当に素晴らしい仕事をする人ばかりで驚いた。同じような歴史なのに、素直に日本に感謝をしている国がある一方で、反日しか頭にない国があるのを見ていると、教育がいかに大事なのかを思い知らされるね。韓国は本当に反日の代表例で、日本統治は良かったと語った老人が暴行の末亡くなってしまった。しかし韓国は反日無罪という風潮があり、暴行の犯人は懲役3年の軽い刑で済んだそう。そんな話と比べて本当に心が温まる素敵なエピソードだったよ。日本が中国を治めていたら、何を馬鹿げたことを言ってるんだ。もし日本が治めていたらもっと悪くなっていたに決まっているだろう。俺は今まで中国で日本の悪いことをたくさん教わってきた。日本がいかに残酷で最低な国かよく知っている。この祖母は日本にされたことを思い出すのが苦しくて、記憶をすり替えたに違いないね。それか、日本の何かに脅されて嘘をつかされているんだ。俺が今まで教わった日本が事実だ。今まで起きてきた出来事、そのすべてがあって今が成り立っています。国が違っても支え合って尊重し合うことが何よりも大切です。私は日本の素晴らしさをよく知っています。日本は様々なことを柔軟に受け入れ、理解しようと努力し、共に成長する国です。日本の他にこんな考えの国はなかなかありません。日本人は優しく、素晴らしい面がたくさんあり、日本を訪れるたびに驚きの連続です。すべての国が日本のように他人を思いやり、尊重し合える未来が来ることを願っています。いかがでしたか？このエピソードでもあった通り、日本統治時代のインフラが今でも台湾には多く残っています。また、台湾人のお年寄りの中には、酔っ払った際などに流暢な日本語を話す人もいるほどだといいます。台湾にはそんな人々がいる反面、中国では反日は根強いものです。しかし、今回のエピソードのように、反日で育ってきた世代の人たちにも日本のいいところを知ってもらい、日本と中国の友好関係を築くことができたら、世界はもっと平和になっていくのではないでしょうか。これからも日本人は先人の業績を振り返り、他国にも思いやりの気持ちを忘れず、後世にも感謝をされるような行いをしていけるといいですね。